はい、それでは JSCC AWB クラス決勝 A メイン10分スタートします。トップで帰ってきたのは塚田さん、続いて清道さん、今井さん、石井ちゃん、マルちゃん、エンドリューの順です。2番手に今井さんが上がってます。はい、1番2番が近いけど、今井さんが転がった。今井さん一気に5番手まで落ちてしまいました。ベストラップは唯一今井さん11秒89、11秒台です。エンドリング待ちました。選手ですね。あ、残り7分と37秒。トラさん、ベストラップは12秒12です。なんと6位のマルちゃんは10秒13、3番手のベストラップになっています。順位は依然、多田さんはトップ、続いて清道さん、石井ちゃん、今井さん、エンドリュー、マルちゃんの順です。1位2位との差は 4.5 秒、2位3位が 1.8 秒、少し縮まりました。3位4位も 1.5 秒。残り5分35秒、石井ちゃんがまた転がってしまった。あそこが鬼門か。見た目ですね、高田さん2番手に 5.9 秒、 6.2 秒差をつけています。2番3番も2番が1秒、
岩井さんが近づいてきた。残り5分、残り5分を切りました。ああ、兄さんが、兄さんが近づいた。ああ、兄さん入れ替わり。吉川さん、はい、時間を教えてください。今、5時半です。いやもうないですね。間もなく4分。絶対来月坊主だから。残りが？残り4分切りました。3分55秒。お、1、2が少し詰まりました。4.4 秒。前が忙しいじゃないですか。今2位との差が4秒差です。今コンマ3、コンマ3ずつ詰まってます。ああ、ここ一気に1秒詰まりました。マジで最悪だ。コレステロールで。コレステロールだ。コレステロールで。今2秒3の差です。残り3分。お前さん、おかしいじゃないですか。今日1分ずつないっすよ。あ、1秒5まで来ました。一挙にコンマ7。岩井さんお願いします。ああ、岩井さんは出てこない。でもなんか大笑いします。大丈夫ですか。今ね、岩井さんの状況を聞いてたからちょっと半分気に遅れ。ああ、ここで今井正常がコンマに。残り2分15秒。石川さん、7秒空きました。大丈夫です。残り1分50秒。あれ、なんか今井さんスイッチ入った。いや岩井さんスイッチ入ったよ、これ。ほら、1秒差し詰めた、今ので。5.4 秒。これなんだ。石ちゃんに殺された。殺し気のままですよ。あ、ちょー、石ちゃんが。石ちゃん無理するから、もう。あ、人が言える。無理しますけど、なんか。岩井さんが来たんですよ。転がりますね。1分切りました。トップ北野さん、2番手今井さん、3番手平堂さん、4番手石井さん、1位2位との差 3.6 秒。残り40秒。まあちょっと 3.0 秒、この差。30秒切りました。はい、厳しいな。ああ、ほら、もう今井さん無理する。あそこずっと毎週インリフトしてた。
また 5.3 秒まで空いてしまいました。5番5、6番5、7番5、8番5、9番5、10番5、11番5、12番5、はい、電車ゴールです。優勝は近田さん、48分10分4秒。はい、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